今日も朝から時間に追われる鬼ごっこ人間。試しが危険日記、すぐ捨てる。まるでお勉強、いや大空を試し書き。情熱は蒸発し力は無。頭が悪すぎるのでフィールドワークを行う。読書は無理だ。洋風スケロク。ハウス昇格、そしてスケロク。最高。記録の原材料を精読せよ。キツネ。朝から飲むヨーグルトを飲みすぎ、トイレへ向かいなさい。どうも、獣医最新ホームセンターゾリンガムです。今日はついに構想を練っていた例の実験をやりに来ました。その名も松江市民バックトゥーザフューチャーという実験。これは今まで散々通ってきたこの嫁島高架橋、ここで新しい種類を行うということ。これは地元の住民のシンボルである巨大建築物となっています。地元にとっては最大の巨大建築物、嫁島高架橋、ここで地元住民が、謎の実験を行う。私の構想はこうなっています。このアリオンやコメダコーヒー、そして旧セガワールド、この辺がみんなが知っている場所で、雑草が入ってて、今まで雑草をなんとなく取って、なんとなく市役所に提出し、燃えるゴミとして処分してきたんですね。でもそれでは物足りなくなってきた。で、今日行う実験は、落ち葉を集めるための袋を持ってきました。燃えるゴミ袋よりもはるかに入れやすい袋。その袋に草を次々と入れて、そしてその草を担ぎ、私はある地点を決めます。草が全く生えていないこの橋の下の砂地に運ぶと。で、そこに草を捨てて腐らせていく。何が起きるか。発酵して、いずれはそこから新しい草が生えていく。で、それこそが松江市民バックトゥーザフューチャー。その草の将来が松江市民の全てを予言している。もしくはこの地球の全てを予言するという話になっているんですね。恐ろしい構想であります。そしてまたその発酵した腐葉土の中に新たな生命が生まれてきます。この集めた草から。その生物たちが、この地球をすべて牛耳って、人類をも牛耳ってですね、次なる生命、次なる惑星を作っていくという話なんですね。で、その後何するか、私は毎朝ここを車で通っています。その未来を3つ、車で
この橋の上をバックトゥーザフューチャーするんですね。でそこから先は、まあ、やってるのもお楽しみです。この草を腐らしてから楽しみが待ってるんですね。じゃあまずはそのための第一歩です。今日はまずは近場の草を集めてここに持っていきましょう。問題はこの遠くの草をどうするかなんですけど、まあそれはまだ考えてないです。まずはこの近いやつを全部拾っていって未来を作りましょう。松江市民バックトゥーザフューチャースタート。自称占い師、その名もクズ嫁島。この場所が松江市民バックトゥーザフューチャーの最短、橋のちょうど真ん中の真下、ここに草を集める占うと。普通に考えたら除草剤で草を枯らせばいいという発想だったが全く変わった。草から大地のエネルギーを吸収しここに集約させる。この場所にこの土地のエネルギーを集約させ、そしてそこから生まれる新エネルギー、それこそがこの土地の本当の未来を表しているのである。空中に建設されたはずの高架橋の上にも大地のエネルギーである草が生えているではないか。つまりは空中にいながらにして大地のパワーを、そのエキスを集めることが可能だ。はい、橋の作物よ。最大の問題は橋の上が厚いです。時を経てさらに本性の悩みと向き合う。現代人にして現代人にあらず、何人なのか。風は封殺する。目の前を YouTube で使い方をチェック。ドブ太郎くん、ウイス公園の側溝の蓋のサイズは50センチ。やるぞ。ここも50センチ、全部50センチだ。この町内にとっての本当の幸せとは何ぞよ。出し続け片付けない超フィーバー、その方がその人は交渉である。校長、使い方は確かに分かった。今日は下ごしらえだけにしておこう。ふわ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 。50センチ。ふわ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 。穴の開いてない長靴を用意したぞ。山井川の上流を攻め落とすのじゃ。防水ズボンじゃないから涼しいぞ。出陣じゃ。わあ、ファー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 。見てください、あの日拾った弁当は無事成長しております。見てください、あの時拾った弁当は無事成長しております。本日市役所へ提出をいたします。水尾さんだより。あそこに詐欺の仲間がいる。近寄ったら逃げるであろう。近寄るぞ。蝶々トリオ、川の水が大好きです。さあ、八重垣水分の岸に来ました。ここは人間が普段来ないからか、すごい動物たちがめちゃくちゃ元気そうにしてます。まあ、トンボも蝶々もサギも我が物顔で多分ねぐらにしてるんでしょう。まあ、私がやってきたら、まあ、迷惑でしょう。でもやってきます。さすがは島根県、住宅地とは思えぬぐらい川の水がとてつもなく綺麗。さあ、ここからが今日の戦い。目標場所は松江工業高校付近まで行きましょう。松江工業を目指しましょう。先日の大雨で水かさが深くなっている。退却じゃ。本当の使い方はこれはアリさんのプールだ、ね、プールだ。本当の使い方は枝を刺してみて育ててみるための何かなんだ。自己破片でジグソーパズルしようとしできなくて真顔男でも集める。バス停が誘拐されたなんて聞いてないぞ。誘拐事件だ。すごくいい、長い年月をかけて育
晴らしい形に育った道路の辺の草